バイドお気に、お気に、T スタイルのすみえです。お気に入るだけ。しらつです。今日は2021年、全豪オープン優勝者でクイズの、中間発表の動画です。途中経過ってことね。途中経過。中間発表。はい、1週間終わって。うん、いやでもベスト8。そうですね。出た。データも出ました。出ました。今回そうそう。今回はもう18名の方に投票の方いただきまして、はい、ありがとうございます。コメントもたくさんいただきました。でその中で、ベキコーチも、はい、中原コーチも、たけしも予想してしました。僕動画の中でしました。ですね。今はもう2月15月曜日の今日撮ってる。たけしがもう終わってるって。僕はもう全滅しましたね。だから今日2人も全滅。本気で当てる気ないっすよ。マジで分析がない。マジで当てる気ないっすよね。8とか4くらいまでは誰か行くやろみたいな趣味思考もあんまりないっすよ。シュワルツマンは行くかなって思うじゃん。確かに、ね、あのドローは8くらいまでは、ね、確かに、うん、8くらいまで無名の選手にボッコボッコボコにされるって。でもアリアッシブにも勝って、そう、うん、そうなんです。今日昨日誰にも結構勝ったんですよね。そうです。シュワルツマンに勝って、オジアリシムに勝って、で、メドベージェフ。明日メドベージェフ。いや、ルブレフ。ルブレフ。ルブレフが、だからあれですよ。多分ディミトロフかな。ディミトロフですよ。と当たる。カラツフ。シュワルツマンにも勝って、そう予選上がりだから。そう。すごいね。うん、初めて。ボコアハもバックも。まあそこだけね。そこだけたけしの子さんね。まああとはちょっとファンもテルスキンっていう要素だけ。ロペスや。ロペス。でもロペス頑張ってましたよ。頑張った。素晴らしい。ルブレフのね、ワンセット目よかったもんね。確かにサーバンドボレーやってましたね。やってた。チップアンドチャージもやってた。決まってた。フェデラーかロペスしかしないんじゃないですか。確かに今ね。今ね。ディミトロフやるかもしれない。ベイビーや。そうで今回ねベッキーコーチの予想が。男子がチチパスとディミトロフで残ってますから、残ってるってまさかのまさかっていうまさかのね。いや今日ねスベトリーナ僕誤算でしたね。お前もかみたいな。スベトリーナもルータスお前もかじゃない。スベトリーナお前もかとやられてしまうのかと。ノーシードノーシードここもその前に勝って、結構ずっと勝ってた。その前にスベトリーナでしょ。その前にムラデノビッチに勝ってた。日比野菜緒ちゃんだったね。ジェシカ・ペグラ、アメリカの選手。その前にストーさんに勝ってた。うん、その前にアザレンカに勝ってた。アザレンカに勝っちゃったから、アザレンカにね、投票してた人もことごとくやられて、アザレンカやられてんじゃんと思ったら、あれスベトリーナお前もかとやられましたね。本当に今日それも予選上がり、予選上がり、ノーシード、予選ではなかった。だからシフィウォンテクみたいなもんですよ、そのフレンチオープン、かつてのね、今回の18名の方投票いただいて、で、無傷の方が今のところ9名すごい。まあまあそう、ナオミちゃんが勝ってるからすごかったから、うるさに
で、バーティーとハレプでしょ。バーティー、ハレプ、ジョコビッチ、ナダルとメドベージェフでしょ。そりゃね、で今回当たる方多い感じですね。でまあ、ディミトロフ行くかも。期待はできるね、あの勝ち方はね。急に調子乗りました。 TM に勝った僕が急に調子乗りました。ほらってほらこの分析。いやもうじゃあとか言おうかな。たまたまかもしれないですですね。はい、で、まあ、今回、うん、まあ、男子女子の優勝順位だった人はこれをちょっとほら、あ、残っ負けた人消しましょう。負けた人 TM、 TM 消えました。 TM 消えました。これをちょっとこれを見てください。はい、TM、はい、ここの残ってメドベージュ、フズベル、フルベル、ここ2人、シャンボーバールフシンボル、ベレッティーニも、うん、今日危険、ベレッティーニ危険しました。今日チチパスとだ、うん、まあどっちか東さんの方で、女子がケニーが、うん、ケニーが、ケまさかの、まさかの、全てにお前、残念、お前もか。勝つよね、もうシードやから。アザレか、早かったね。ここがネリーすごい印象でしょ、うん、ね、その試合ちょっとまた解説とかしたい。そうそう、すごい。マグルスさんもだから強いだろうけど、ここと早めに当たるから3か、うんうんうん、分析、うん、でプリーズ、やっぱりボールをあんまり追わないからね。追ってなかったでしょ。追いました、ね。いや、5-0 アップからやられたんですよ、うん、最後ね、ちょっと、まあ、サーシャやっぱり膝曲げないと、膝曲げないと。で、ここハレプとシフィオティグ、はい、シフィオティグは予想通り、すげえ分析が、うんうん、バチーンが残って、いや今回成績いいっすよ、ね、いや今回すごいすごいすごいよ、今回すごい、今回すごいっすよ、すごい、こっから選んだ方がいいよっていうの結構当たってますよ、ほんとすっげえ今回すごいっすよ。バーチのこっち、ね、3、4、5、6、女子も4、ね、すごい。でも今回ね、残ってる方がめっちゃまた多いっていう、でもちょっと減るね、明日で。明日減ります。こことここがパレフとセルナやろ、うん、ここは確実に、うん、どっちか残るってことね、うん、で、ズベレフとジョコビッチが明日あるんで、これの、うん、どっちかね、メドベージェフとルブレフ、うん、もうここで、うん、そう当たっちゃうからね。で、ナダルチチ、ナダルチチパス、ここすげえ、うん、そう、個人的にベッキーの予想も入れてもらえたと。ベッキーコーチ予想はこれでももうチチパスとディミトロフ、それ書いてないけど、あの前回の動画で言ってんだよね。言ってるんですね。うーんってすっげえ悩んだ結果、ディミトロフしかいなかったです。女子は、女子はハレプと、もう全て迷わずにここは行ったんで、ああそこはやられた。でも調子良かったんで、ほんとね、行ってくれるかなと思ったんですけど、うん、よかった。いやなかなかテニスはね、なかなか難しい、難しい、思い通りにいきません、ね、今回すごいっすね。今回だから客観的やったもん、客観的、本当に客観的な。ジョコビッチかけてる方が、優勝で11人いるんです。強いもんね。でメドベージュ脇腹がどうか、ああそうそう、ベチチパス、大阪の海かけてる人が6。あのテニス見たらね、うん、
メンタルというか精神的にもタフだったんだよ。そうね。明日、台湾シェイス33歳ダブルス1位なんですか。33もうちょっとなんか言ってそうな。ダブルス1位なんですか。1位ランク。台湾、なんか両手フォアバックでしたね、で、なんか結構タッチが天才的と思ったらポコンって35、86年、だいたい金星が多い選手ね。でバックル汗があるかも、で大坂直美選手が明日当たる、テレビゲームでは使いたいもんね。見てては楽しいけど対戦すると楽しくないよね。ユーモアのあること言ってました。さすが、ちょっと楽しみですね。楽しみでした。ダブルスも女子の日本人選手、あの準々決勝、青山修子さん、はい、で行ってるんですよね。芝生、それもすごい。あと、上地選手が、決勝、国枝選手は今日負けた。ちなみにだからシュワルツマンが負けた選手、アリアシム選手もプロセットに負けた、2セットアップから負けた。そのシャブワルフはアリアシム選手に負けた。ほぼほぼ予想ね。すごいですね。予選上がりとか惜しいとか、それがないとちょっとね、また面白いな。そこはもう当てれない。当てれないですね。そこは難しいですね。はい、ということで、まああの今回のその景品は、男子女子の、優勝、男子女子の準優勝4人とも当たったら、Tスタイルの食商品券1万円分プレゼントします。すごい、はい、で、男子女子の優勝両方当てた方は、1万円相当のプライベートレッスン券、で、男子女子のどちらか片方、当てた方は抽選で、ストリングのハリコーチ無料券、はい、プレゼントです。はい、まだ皆さんチャンスは僕以外あります。バーティーも強いんやね。やっぱ試合出てないけどどうかなと思う。強いん。なんかどっか行ったんですか。あ、そうなんですか。ケイン選手今回負けちゃったし、2連覇難しいんすね。全豪って。なかなか。女子は。女子ね。セレナもすごかった。サバレンカ、サバレンカパワー対決っていう話してた。サバレンカもか、あとは言ってましたね。ベラルーシ、セレナもちょっと若干苦笑い。こんな打つちょっと細くなってません、セレナさんも。ちょっと逆に大阪の上を使う、ちょっと大きくなってます、フィジカルアップしますね。ワンパックやって、ということで、はい、次の動画はもう結果ぴょーんだハマちゃんすハマちゃん、それ言うんでしょっていう、そうです。それ僕が言って、で、ベキコチが引く。結果ピャー言うんですちょっとやっていきたいと思いますので。はい。じゃあまた、月曜日ですか、月曜日、来週ですか、予想動画、予想で、
結果は、来週の月曜日以降、だ火曜日か、火曜日に出せるか。出す。出さないか。それは編集があるから。編集がある。いやそれは二人のあのこう。進め方に尺の問題めっちゃ楽になりそうですもんね。前結果って長いもん。短めやったらもうね編集しちゃったし、結構真面目だから名前ほら一人一人見せてとかそういうの入れますとかさ、入れた方がいい、言うかもう入れてるんでちょっとできる早いと思うけどな。前みたいなまさかの3回当たるっていうテニスコース。ああ、2回、うん、2回連続で連続で、ちゃんと、はい、また公平にいつでもそうします。いや、いつでもそうします。ガチです、ガチです、ガチでやってます。じゃあ終わりましょうか。じゃあまた、結果発表のまた、まあ大坂なおみ選手をねちょっと応援して、ほんと、はい、明日シェイスします。いや、いいテニスやったから面白い、エキサイティング。じゃあ終わりましょうか。はい、ほな、最後に前どきにじゃない、前どきには先生の挨拶。はい、じゃあ終わります。はい、ほな、さよなら。どうやって？よし。最高！ありがとうございます！